子どもからお年寄りまで住みやすい住宅街、青戸立石。今回は昔ながらの風情を残す商店街も有名なこのエリアを独自の視点でご紹介いたします。葛飾区の中心部にある青戸駅と立石駅は京成電鉄の隣り合う駅です。青戸駅は駅から5分ほど歩いた場所にある広大な団地を中心として、戦後間もない頃から葛飾区切手の住宅街として発展してきました。駅直結のショッピングモールユアエルムや駅前の商店街には、生活に便利なお店はもちろん、老舗の和菓子屋さんやお米屋さんなど昔ながらのお店も所々に見られます。立石駅周辺は独特な雰囲気、まさに昭和レトロといった風情の立石仲見世商店街をはじめ、いくつかの商店街があって飲食店などが充実しています。青戸立石は古墳時代から人が住んでいたとも言われるほど歴史のあるエリアです。室町時代に築かれた葛西城跡や立石という町の名前の由来とされ、さまざまな伝説が残る立石様という石のほか、青戸神社など町中にたくさんの神社仏閣があります。文化施設も充実しています。シンフォニーヒルズは国内有数の音響施設を誇り、オーケストラはもちろん落語などまでさまざまなイベントが行われます。伝統産業館では職人が作った江戸漆器や江戸切子などが販売されています。町のあちこちにある公園はそれぞれに個性的です。比較平和記念塔があり、葛飾区の平和のシンボルとなっている青戸平和公園、自転車の貸し出しがあったり、恐竜の形の遊具があったりと、ユニークな北沼公園、テニスコートが6面もある渋江公園や、四季折々の草花が植えられた奥戸フラワーパーク、他にもトレーニングルームのある体育館や陸上競技場がある葛飾区総合スポーツセンターなどがあります。どうでしたか？青戸立石を駆け足でご紹介しましたが、住みたくなってきたんじゃないでしょうか。さらにこの特集ではもっと深く青戸立石を紹介しています。ぜひご覧ください。